こんにちは、書道家の大江誠法です。今回はボールペンを使った都道府県の上手な書き方、中国四国地方編を解説します。鳥取から愛媛まで全部で9つ紹介していきます。紙とペンを用意して一緒に練習していきましょう。まずは鳥取です。鳥一画目真ん中から小さめに払います。その先で縦線ピタッ。この縦線を5本の横線で切っていきます。等間隔を意識していきましょう。集中して等間隔に切ります。伸ばして上の横線よりも手前で折れて内側に跳ねます。さあ、まずはここを等間隔にしていってください。点4つ、2つ目の点が縦線の下に配置するように。さあ、点の間も等間隔です。足元は開けておきましょう。取る、1対1のバランスで書きます。真ん中透明な壁があると思って書きましょう。右上がり止めて、さあこれも等間隔ですね。1、2、3、持ち上げてすぐ引きます。作りの方は上と下を開けて真ん中に配置、止めて払います。右払いは斜めに入ってきて、止めたら横に引っ張りましょう。等間隔、上と下を開けてください。次に島根。今回島という字が3つの県でついています。島をマスターしていきます。真ん中から払い、鳥と同じで縦線をまっすぐ、これを5本の線で切っていきます。右上がり止めて内側に集中して等間隔伸ばす、手前で折れる、止めて跳ねます。山の各位置は縦線の下と覚えておきましょう。あまり長くしないように気をつけてください。2画目の下に山が来て、左右の空間を揃えて足元は開けてください。しっかりと跳ねる直前に内側に入れましょう。根、根っこの根、木片ですね。1対1です。右上がり中心に引き寄せて縦線を引きます。頭しっかり出しておきます。45度に払って、こちら側はちっちゃめに点です。中心からはみ出さないように気をつけてください。横線右上がりの角度、他の角度と合わせていきましょう。等間隔に切り、まっすぐです。木片よりも長くならないように同じところで跳ねて、この先で点、右払いは止めてから払います。木片は中心に縦線を寄せて、左広く右狭く。悪い例は横線の真ん中に縦線が来てしまうと、辺と作りの間に空間ができてしまいます。辺と作りの間はなるべく空間を占めるようにしてください。根は羽よりも払いが下に下がらないように気をつけてください。岡山。1画目を外側にして短く書きます。右上がり止めて、しっかりとまっすぐ引きましょう。止めたら少し大きめに跳ねてください。まずここまでで、外側に開くイメージです。さらに右下重心にすることで安定感がアップします。悪い例だと内側に入ったりとか、羽が短くなるとバランスが取りにくいです。中心の線に対して反をまたがせて、右上がり縦線真ん中です。さあ、ここで左右空間ができていますから、これを間隔に縦線を入れていきます。ここも等間隔です。足元広く取りましょう。山打ち込みを作って引っ張ります。打ち込み斜めに点を入れてから縦に切り返し、斜めに点入れてから縦に切り返します。外側から内側に持ち上げて、上げた分こちらで締めていきます。左右の空間揃えて、上げた分押さえることによって
この2点で支えています。次に広島、広い一画目真ん中、右上がりに横線、三画目は左側を出したいので内側から書きましょう。中の部分ですが、これは真ん中から書かずに真ん中よりも少し右側から書き出します。正三角形をイメージしてむと書きましょう。垂れの時には中の部分がずれるという法則があります。字の真ん中はここなんですけれども、垂れの中身はちょっと中心がずれるように書いています。これは他の字でも言える法則なのでちょっと覚えておきましょう。真ん中にむを持ってくるのではなくて少しずらして書きます。むだけで見て正三角形の形、二画目よりも外側にこの点が出るようにしましょう。さあ、先ほども書きました島、中心から払ってまっすぐ縦線、右上がり内側に集中して切ってください。伸ばして止めて折り返す。縦線の下に山、山は幅を狭く縦長にならないように気をつけましょう。足元を開けておきます。次に山口、さっきの山と違う形で書いてみましょう。1画目は一緒です。2画目をさっきは外側から内だったんですけど、それを逆にして裾広がりにしていきます。で、その際にも左右の空間同じにしてこの2点で支えるようにします。形はお好みで構いません。どちらか好きな方、書きやすい方で書いてください。口は小さめの漢字です。一回り他の字よりも小さくて OK です。内側に入れて短めにしておきます。なぜかというと下横が出るからです。では四国に行きましょう。徳島です。徳は辺と作りのバランスは1対2です。行人弁が真ん中からではなくて左側に寄るようにしてください。止めます。 1,2 画目の書き出しを揃えて、なるべく辺と作りの間に隙間が出ないようにしましょう。1画目短めに横目に、2画目は斜めに長めにします。右上がりに書いて頭しっかり伸ばします。この幅は狭くしましょう。横長に4、内側に引き締めます。頭長くキュッキュッ、心外側に点、ここは止めます。2画目止めたら持ち上げて、縦線の真下のところに心の3画目、羽の外側に最後の点です。心がちょっと間抜けになってしまうなという人は、もしかしたらこの点の位置がおかしいかもしれません。縦線の真下に持ってくるようにしましょう。また心の部分が下がらないように少し持ち上げます。はい、3つ目の島です。ちょっとリアルなスピードで、いつも通りのスピードで書いてみます。こんな感じでしょうか。もしこっち短くなったらこちらを飛び出させます。で、今まで通りここが長かったらそれよりも手前で折るという感じで、この長さが揃わないようにだけ気をつけてみてください。これはどちらでも正解なので、その時々で臨機応変にしてください。ちょっとスピードを上げていきましたけれども、横線パッ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 と切っていくとよりシャープな線が描けると思います。香川、一画目横に向けて払います。一画目が下に下がらないようにしましょう。下がってしまうと頭でっかちの字になってしまいます。一画目ほぼ横線で短くいきます。一画目の先で二画目右上がり、しっかり真ん中に乗せておきます。少しゆとりを持たせるために、この十字のところから出発して払いを書くのではなくて、この十字よりもちょっと外側に書いていくと字の中にゆとりが生まれます。下の火の部分は縦長に、
等間隔に切りましょう。払いの部分が一番伸びますので、ひし形をイメージします。革一画目打ち込みを作って払います。最初まっすぐに引っ張ってから外側に払います。二画目はど真ん中に引いて、三画目さらに持ち上げて人差し指でまっすぐ引いていきます。上のライン右上がり、間隔等間隔、そして長さなんですけれども、1画目と2画目の長さにあまり差をつけないようにしましょう。真ん中が短すぎるとぽっかり間が空いてしまいますので、長さに注意をしてください。次にコーチです。1画目真ん中にあまり長くしないように気をつけてください。右上がり横線、口はキュッキュッと縦線を引き寄せて下横を出します。一番幅が広いところはこちらの部分です。右に上げて止めて内側に、上と同じように口を描きましょう。こちらの幅は狭めにして肩を出します。両脇開けるようにしましょう。下の部分は開けてください。ちは1対1の左右のバランスです。払って右上がり、真ん中にピタッとつけます。上げてピタッ、中心に引き寄せて縦線まっすぐ目に引いてから外側に払います。戻ってきて点、点はこの十字のところではなくて少し下げましょう。口は上と下開けます。口も今回たくさん出てきましたね。こちらに空間を作るとすっきりと見えます。さらに口の配置にも気をつけましょう。最後難しい字です。愛媛、愛という字、足が長くなるように一画目に気をつけてください。香川の時と同じように一画目の払いが下がってしまうと短足になってしまいます。一画目はほぼ横線、横に引っ張ってつや下のこの部分もどん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 上に引き寄せましょう。マスの真ん中がここなのですが、ここよりはみ出さないように心を書いてください。跳ねたら中心に心の三画目、羽の外側に点です。真ん中ぽっかり空いてしまうとちょっと間が抜けますので、心の点は真ん中に配置をします。さあ足を長く左払い気持ちよく伸ばしましょう。払って2つ目の左払い引き寄せて大きく回ったら止まって払います。真ん中の払いを短くして両脇両サイドでバランスを取るようにしてください。最後姫、女編ですね。女編は先に書くと斜めに引っ張って止めたら切り返しで、バランスとしてはここと平行になるように2画目を書きます。上は開けましょう。下から上に持ち上げます。こんな形をしています。そして辺と作りのバランスは1対2、女辺が幅が狭いので左に寄せるようにして、さらに幅もあまり作らないように気をつけてください。小さくの右上がり持ち上げて、作りの1画目ほぼ横線、横向きにします。上に2を詰めて右上がり、右上がり、さっきと同じですね。払い、左払いが2つありますから、2つ目の左払いを寄せて大きく回ったら止めて払います。まずは辺と作りのバランスを1対2とすることと、女辺は真ん中に置くようにしてください。足が長くなるようにバランスを整えましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ちましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。